ウィニングオール TV スタート。狙い、まあもちろん編成というのは常に予算ありきの部分がどうしてもあるんですけれども、今期に関して言うと昨年度よりもかなりのパーセンテージの削減がありました。その中でシンプルに言っちゃうと、お金をかけずにどれだけ伸びしろある選手を取ってこれるかというところが狙いだったと思います。ポイントは、まあ、昨シーズン、まあ、失点も多かったということから、ディフェンスラインはより注力したつもりであります。伸びしろが十分にある選手もいる中で、移籍で選手をかぶせないということも念頭に入れながら進めてきました。まあ、まずゴヤが抜けたのが頂点タイプでいうと一番の、まあ、マイナスにはなると思うんですけども、とはいえでもゴヤも 50% ぐらいしか出てなかったと思うんですよね。そういう意味では、まあ、伸びしろのあるっていう意味ではサムエルとか、まあ、もちろん長澤俊もいますし、伊佐もいますし、あとまた宇都本っていうこの伸びしろあるフォワードもまた控えてますし、 100% こう盤石な状態がシーズン開幕から作れるというイメージよりかは、彼らが伸びることによってその 100%、120% になるチームにはなれるというようなあのイメージで作りました。まあ、これも先ほどの予算にリンクする話なので、この予算の中であればやれるべきことはやったかなというふうには思ってます。現状予算のその余力はないですっていうのは、仮に余力を作る編成もできるとは思うんですけども、このスタートのタイミングで、より充実した編成をするっていう方に、心がけました。何ですかね、去年のメンタリティでどうしても1年で昇格しなきゃいけないとか、 J1 から落ちてきたチームなんだとか、必要以上のプレッシャーとかいうのがかかっていたのかなって思ってるんですね。そういう意味ではもう伸び伸びやってもらいたいなと思います。我々も、まあ、チャレンジャーという言葉がふさわしいか分かんないですけども、それぐらいのつもりで、チャレンジしてほしいなと思います。筋トレ動画になっちゃうんですか、ね、もうそればっかだね